かった、うん、まあ親とはあんまりあの関係ないっていうところもなんか毎日の洗濯機の喧嘩とかあったら別に喋っていいと思うよ一回やるかないかだと思うんだよね。今日のナレーションはママシマルの大冒険。スペイン語を喋れる姿を見るときにどう思う、うん、あ全然喋れなかったから、うん、全然会話はできるまでっていう上達があったから、うん、それもすごいなと思ってるね、うん、今はすごい上達したよね、ね、なんかね、なんかそうね、そう紙一重なんだろうね、なんかその辛さとさ、うん、そうやっぱり本当にそう、うん、あの辛さがあってやっぱなんとか覚えなきゃっていう切羽詰まったそうそうなんかそういうのっていうのがこれはね本当にそうだった、うん、なんかめっちゃ辛かった、うんうん、マルコにとっては実家に戻るっていうすごいいいイベントなんだよね、うんうん、でもなんか私にとってはいいイベントなんだけど、その分毎日の会話に入れないとか、うん、みんなでやっぱご飯食べるときにどうしても日本人だから分かんなくても分かろうとする姿勢を作るよねずっと分からなくてもなんか何喋ってるかなって考える感じがあったね。だね、そうそう、で何もかんないんだよ。でもこれ毎日毎日あって、やっぱマルコは自分の実家に戻ってるからお友達と遊びに行ったりとかコミュニティがあるからね、その間やっぱ私は一人で過ごす時間もあったし、お母さんと二人で過ごす時間もあったし、でもお母さんとはすごいいろいろ話せるわけじゃないから、なんか何か喋りたいって思っても喋れなかったでしょ、うん、なんかその時期はやっぱり辛いし、だから辛いからだから早かったんだよね、うん、その分、ね、そうそうそう、だから本当に半年くらいでこういう風に言ってるかなっていう脳になったんだけど、うん、あやっぱなんか一生懸命頑張ってるんだなっていうのは感じてるわけです、ね、No game No game。 私がスペインに出るのを聞いた時にどんな気持ちになった、なんか仕事を辞めてスペインに行こうって、一旦その時は1年という条件付き合ったじゃない、ビザなんかはね、そうだけど1年間出すっていうことについてどう思った、どう思っただろう何も思わなかった、いや何も思わなくはないけど、スペインに行ってやりたいことがあるんだなって単純に、うん、あんまり心配してなかった理由は、うん、獅子に結構信用があったから、うん、あ、そう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 、だから別に、うん、こういうこと言ってもあんまり何も思わない、うん、理由は、うん、あのまあ信用あるから任せてるみたいな、そう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 、まあね、危ないことさえなければやっぱり自分のね、しおりの人生だから、だからやっぱり自分のステップとしていろんな、ね、国に行って習得 したいと思うことがきっとあって、それが日本じゃなくたまたまスペインだったんだろうなとか、アメリカだったとしても、まあ、私は行ってらっしゃいとは言えると思う、うん、じゃあ結婚するって聞いた時に、うん、このままスペインにいる生活が長くなりそうっていう感じになったじゃない、うん、それについてとか、まあコロナがなければ、うん、もう本当に行ったり来たりっていう感覚っていう、うんね、私自身もそう、ね、あのしおりからそういうふうに聞いてたし、そうそうそう、でマルコも日本に行って日本できっといろいろね、なんか知りたいことや学びたいこともいっぱいあるだろうし、うん、だからお互いに行ったり来たりするんだろうなっていうのがあるから、別にお母さんはあんまり住むとことかはそんなには気にしてないって言ったらちょっと、うん、あの大げさになるかもしれないけど、物理的な距離がっていうところだね、うん、だって例えばさ、同じ、ね、子供でも、うん、新宿に住んだり、うん、秩父に住んだりとかってしてたとしても、うん、住んでるとこはもちろん距離的には近いかもしれないけど、うん、例えばそういう交流とかそういうね、うん、やっぱり普段そういうのがなければ、うん、まあ、心が遠いと言ったら変な言い方、距離は近いけど心は遠いじゃん、だけどしおりの場合はスペインに住んでてもそうやってちゃんと連絡もくれるし、それは大事やね、あの日本に来てからこれが足りないなって個人的に思った、いろんな人と喋ってたら、最近親と電話したのはいつで覚えてない人もいるし、か1年前とかっていう人もいる、で彼らはまあ普通にまあ親とはあんまり
あの関係ないってどういうこと関係ない、なんか20年間ぐらい育ってるんじゃないか、どういうこと関係ないよね。まあね、いつこれが崩れたのか、不思議なんだけど、だからシシが、あ、やっぱこういう日本人じゃないねって見た時にそれは嬉しかった。逆にもっと連絡取ればいいって思って言うよね、そうそう、たまに。だからシシはスペインでやっぱり日本に帰らなくて、そのホームシック結構あった時期に、私やったら毎日電話するよ、ビデオ電話するよ親に。私たちの連絡の取り方は結構もうチャットベースで、離れてるからっていうか、もともとそんなに困ったことがある時に、なんか辛いことがある時にあんまり辛いって言わないみたいな、うん、なんか本当に辛い時に、あの気持ち的に辛いんだよねっていうのって、まあ、相手にめっちゃ心配させることは迷惑だから、迷惑だからっていうか、そんな気持ちはないんだけど、分かる、思いやる、そうで、しかも今だとなんかすぐにやっぱ帰ることもできないし、お母さんも帰ってきてほしくても帰っておいでって、帰っておいでってやっぱ言いにくいから、そうで2人とも心配になるんだけど、でも家族はこれのためじゃないですか、そうでもこれは言わなくても分かってるって思っちゃうの、日本人って、うん、例えばもう夫婦でしょ今、うん、マルコに対してしおりが嫌だと思うことをお母さんに言ったら、まだ会ってもいないのに、そうそうそう、お母さんはマルコのこと嫌いになるんじゃないか、そう、いやでもこれで嫌いにならないんじゃない、毎日洗濯機の喧嘩とかだったら別に喋っていいと思うよ夫婦の中の喧嘩と別れるよね、まあさ、あの虐待されたとかっていう話だったらそれは早く離れた方がいいっていう我慢するじゃ、そこで別になんか日本を選んでほしいなっていう気持ちとかはあんまりない。うーん、まあもちろんほらそばにいてくれた方がやっぱ気持ち的には楽だし、あれだけど、それが本当に本人たちのためにいいのかって言ったら、またちょっと違うような気もしないではないし、ましてしおりなんか向こうがベースでね、今もね、仕事もさ入ってるわけだから、そうだ、ね、逆にこっち来てこの日本のサイクルで毎日働き、土日だけ本当に休みっていうサイクルに2人が耐えられるかって言ったら、多分私の中で無理だと思うので、ね、日本の会社に難しい、そうだね、やっぱり耐えられないと思う、耐えられないと思う、でそれで使われることっていうのはやっぱそれなりに来てる外人の人なんかはすごい苦労してるだろうし、うんうね、でバケーションのね、あの長さも全然違うから、本当にほら、あの人生を楽しむために働いてる海外と日本の、そうだね、働くために生きちゃってるようなシステムだっていうことだよね、そうか、本当にどっちがいいっていうのも本当に言えないから、だからそれはもう自分たちで決めて自分たちで生きていくっていうこと、まあ生きる力ね、めっちゃ決まったもうめっちゃ決まったスペインがいいって、でもなんかこれはね、あの今は、あのこれで多分しばらくいけると思うんだけど、例えばお母さんがもうちょっと普通に年を重ねて、なんか助けがあった方がいいとか、私も近くにいたいなって思った時にこう帰ってくるフェーズって多分いつかあるって思うじゃない、そうだけど、まあ、その時にだからそういう状況になったら、そういう風に考えればいいことだし、まあ、とりあえず私自身はできるだけ子供たちに、ね、迷惑かけないようにあとは思ってる、元気がいい元気がいいってね espera元気がいいってね、元気がいいってね、だからディラフェリックス元気ねんてね。国際結婚で難しいっていうか、これはいいかもしれないし、悪いかもしれない、本当家族によるんだけど、お互いの親が会う機会が多分この先も1回あるか、1回あるかないかだと思うんだよね。でお母さんの場合はまだ出かけようっていう気持ちがあるし、スペインのこともすごい好きだから、あ、そっちはありゃ可能性あるよね、こっちの方が。パルコの方の両親はあのこの長旅はそんなにしたい気持ちがないから、あのやっぱりそこは難しいなって思った。そう、なんかつなげてあげたい気持ちもあるけど、なんていうかその言葉の壁とか
まあ、距離の問題とか、時間もお金もやっぱかかるし、うん、ちょっと残念ね、私にとって、ある日来れたらいいと思う ね。だってその7年間私の性格の部分とか、私の一番良い経験を作ってくれた国は、知ってほしいよ。それは日本に来るイコールマルコの部分を知るっていう意味だよ。だから来れないのはすごいちょっと残念だね、悲しくなる、これを考えるときに。でもまあいつか来れたらいいと思う。ねえ、そうそうそう、見せてあげたいよね。そうそうそう、やっぱりすごい見せてあげたい。YouTube もいっぱい撮ったからさ、見せてあげたい。そうだね、そうだね、そうだね。確かに。まあ、どっか中間でもいい。もっと嫌だと思う、みんな。真ん中ぐらいでもいいんじゃないっていうから、もっとみんな何も分かんなくて大変。アラビア、アラビアになる、やめよう。笑いつつ笑いつつ、みんなはフェアに分からないと。いきなり砂漠の真ん中でみんなそこで当てたら、ちょっとあれじゃないか、やばい、ね。Thought that I knew better. Keep falling for your innocence, acting like you're into me. I know this is hopeless, moving in slow motion, trying to control my thoughts, but I can't stop my body talk. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a まだ見てるの？私今そう、テレビを見てた。違うよ、洗濯機だよこれ。この番組は結構回してるね。面白い。この動画も見てください。嫌だその顔。